ほどねは中国語冠末義発の先碧族の大人。断石炎獣の孫、先駆け頭の弟、タスクラカンの2位。兄で大人の先駆け頭が死ぬと、弟のほどねが変わって立った。先碧は、ほどねが指導者になってから、その部族の勢いがまた衰え、彼の自定にあたるタスクラカンがまた別に、数万の衆を要して、大人となった。 県安十二年早々は、柳城に遠征して、カラスマの富前浦を切って、優秀を平定すると、ほどね、カヒノウたちは、モリブガン行為援じを通じて調校し、献上品を送った。やがて、カヒノウは、タスクラカンを殺し、その古説気泥とその配下を手中に収め、ほどねと旧敵の間柄となった。後発元年文帝が即位すると馬を献上して、 戦票の称号を授かった。たよが森右岸行為に任せられ、不死を持ち、森戦費行為も兼ねて、将兵に駐屯した。ホドネは使者を送って、馬を献上し、文帝はホドネに王の位を授けた。後しばしば、火避能と戦闘を交えたが、ホドネの配下はだんだんと減る弱体となったため、その配下の一万余りとを率いて、大元軍と元門軍とに入って、 安全を図った。ホドネはその後死者を送り、雪ド泥に誘いをかけ、雪ド泥はその部族民たちを引き連れて逃亡し、ホドネの元に身を置いた。起発五年になって、ホドネは朝廷に散大し、献上物を捧げ、手厚いた回り物を授かった。これ以後はひたすら返境の守りに努めて、侵入略奪を行うことはなかった。清流元年、明廷の時、 カヒノウは長年敵対関係にあった、ホドネとワシンの約束を結び、兵衆の支配を脱して、自分のところに来るように誘った。兵衆死し、ヒツキは武将のソナオ、東筆を派遣し、ホドネを迎えに出たカヒノウの軍を襲わせた。しかしホドネの子が迎撃、ソナオ、東筆の首を奪った。このようにして、ホドネは、セツキ泥と部族民全部を率いて、 カヒノウの敗下に身を寄せると、兵衆を犯して、略奪を働き、役人や民衆を殺害し、不良として連れ去った。帝は、行基将軍の旗明を征罰に向かわせた。ホドネは敗走し、カヒノウに殺害された。ありがとうございます。